ワシントン・ボルチモアアナポリス電鉄とはかつてアメリカのメリーランド州中央部とワシントン DC に路線を展開した鉄道会社で19世紀から20世紀にかけて建設された WB&A は前身となる2つの鉄道会社であるアナポリスエルク、理事鉄道とボルチモアアナポリスショートラインを合併し、さらに ボルチモアとワシントンの間の路面電車線を路線網に加えた。路線網は当時最も進んだ技術を用い、高速で見本となるような鉄道路線の建設を目指していた電鉄企業家であるオハイオ州のクリーブランドの集団によって構築された。ワシントンとボルチモア、そしてメリーランド州のアナポリスに路線網を伸ばしていたが27年後の世界恐慌や 自家用車の使用の増加などにより1935年に旅客輸送を終えることを余儀なくされた。ボルチモアアナポリス鉄道となった区間のみ、その後も営業を続けていた。今日ではその軌道敷地の一部はライトレールや遊歩道、道路などに用いられている。WB&A は最初1899年にポトマックセバーン、電鉄として設立された。 1900年4月10日には、ワシントンアナポリス電鉄へ、そして最終的に1902年4月8日には、ワシントンボルチモアアナポリス電鉄へ社名を、改めた。1903年に、WB&A は休止していたかつて、アナポリスエルクリッチ鉄道であった、アナポリス・ワシントンボルチモア鉄道を買収し、電化の上復活させた。同時に、会社は、 B&O とペンシルバニア鉄道の少し東側のより人口の少ない地域にほぼ直線の線路を伏線で付設した。1908年2月7日にはボルチモアのリバティストリートからワシントンの H ストリートノースイーストにあるターミナルまでの運行を開始した。1910年以降路線は財務省の近くの15番通りの繁華街の中心にまで達した。また、 B&O の本線のアナポリスジャンクションを起点とし、WB&A の本線と、オデントンのすぐ東で交差し東へ進み、ミラースビルとクラウンズビルを経由し、アナポリスへ向かう単線の路線が存在した。後に本線と呼ばれることとなる、ボルチモアからデビット、グレンデールホスピタル、グルナーデン、チェサピークビーチ鉄道とワシントンのすぐ外側にある、 チェサピークジャンクションで接続するフェアモントハイズを経由してワシントンまで走る路線が WB&A によって建設された。そこからは路線はチェサピークビーチ鉄道の線路と並行しベニングロードブリッジを越えワシントン中心部へ乗り入れていたワシントンレールウェイエレクトリックカンパニーのシートプレザントラインに続いていた。 自社の線路に入れば WB&A の急行電車は通常時速60マイルに達したがターミナルがある街での併用軌道走行が全体のスピードを押し下げた。標準的な B&O の急行の所要時間は50分であったが最も早い WB&A の電車の所要時間は1時間20分であった。清潔さや低運賃30分ごとの急行電車の運転 より繁華街に近く立地の良いターミナルといった工夫によりこれらの不利な点を総裁していた。常に新たな事業の糸口を探しており、1914年に会社は南メリーランド収納業品評会協会に防衛競馬場を本線沿いに設置することを確約させた。米国が第一次世界大戦に参戦した1917年9月には、 WB&A の良い縁故のあった社長である、ジョージ・ビショップが、アメリカ陸軍に自社が所有する土地を取得し、研修施設を開くよう説得した。キャンプミードは大まかに言えば、B&O のワシントン支線の西、ペンシルバニア鉄道の東、そして WB&A のノースショアラインの南に、設置された。その施設は、第一次世界大戦の間のみ使用する、 仮設施設として想定されていた。WB&A はこの時キャンプへの輸送により、記録的な量の旅客と貨物を運んだ。1918年には、会社は1日に84本もの特別列車を運転した。メリーランド州のトルチェスタービーチと蒸気船のエマジャイルズの広告事業は見たところうまくいっており、WB&A は、 ボルチモアアナポリスショートラインを1921年に買収した。その線区はノースショアラインとして知られるようになり、そしてアナポリスとオデントンの路線はサウスショアラインとして知られるようになった。この時 B&A は当時のターミナルであったボルチモアハイオ鉄道のカムデンストリート駅の使用を止めボルチモアで WB&A のターミナルであるリバティストリートを 使用開始した。1921年以前は WB&A と B&A は別々に走っており、リンティカムからボルチモアまで線路が並行していた。しかし1921年5月16日には、互いに並行する2つの線路をリンティカムで接続し B&O の線路の使用を停止し、新たなターミナルをボルチモア市民センターの向かい側の南ハワード通りと、 西ロンバード通りの南西の角に建設した。WB&A はその時81マイルの線路によって構成され、ワシントン DC からアナポリスへ向かう唯一の実用的な手段であった。ASL を買収した頃よりディフェンス高速道路が建設され、アナポリスに向かう別のルートが現れた。その結果会社の総収入は減少し始めた。 鉄道は法律により課税を免れたことにのみよって存続していた。世界恐慌の最中の1931年1月にその法律の延長が一票差で失敗し、そして管財人の管理下になった。もう4年間創業を続けたが、最終的に1935年にオークションに出された。1935年6月にエヴァンスプロダクツカンパニーオブデトロイトが、 鉄道の買収を交渉したが、これらの買収交渉は、失敗に終わり鉄道は1935年8月20日に、正式に営業を終了した。スクラップディーラーが、最終的に多くの車両を購入した。エヴァンスは、アーリントンフェアファックス鉄道を翌年購入した。時間が経つにつれレールは搬出されていったが、一部は、第二次世界大戦の初め頃まで残っており、 また少なくともこの地域の一つの戦後住宅のアイビームにかつてのレールが使われている。軌動敷地の内ワシントン DC の区域内のものはレコの所有権の下にあり、その後かつてのキャピタルトランジットカンパニーとなった。1950年から1956年のいくつかの時点で DC にあった線路は撤去された。ノースショアラインの起動敷地といくつかの設備は、 ボルチモアアナポリス鉄道を組織したボンドホルダーズプロテクティブソサイエティに買い取られた。ボルチモアアナポリス鉄道は1950年までボルチモアとアナポリスの間で鉄道での旅客輸送を続けていて、また1970年代初頭まで貨物輸送に加え南ボルチモアのブルックリンで路面電車の6系統とボルチモアトランジットカンパニーのバスに接続する。 ディーゼルのバスを運行していた。1908年6月5日にメリーランド州のキャンプパロルで2両の WB&A の炭鉱の電車が衝突した。この事故で鉄道警察官の JG シュリナーを含む9人が死亡した。電車は海軍兵学校の卒業式へ向かう人々を運んでいた。ありがとうございます。